1万種類を超え、今なお増え続けている遊戯王カード。環境で活躍するもの、強すぎて禁止になったもの、様々なカードが存在する中で、使い道がわからないクソカードと呼ばれるカードたちがいる。ここはクソカード診療所。クソカードの病状を解明しながら、なんとか使い道を考える。そんな場所である。本日の患者を紹介するぞ。どうぞ。スピリッツ・オブ・ファラオ君、光属性アンデッド族レベル6の特殊召喚モンスターだ。2004年発売、遊戯王第3期最後のパックとなったファラオの遺産で登場したモンスターで、遊戯と共にパッケージを飾った看板モンスターだ。ファラオという名前からわかる通り、原作との関係が深い古代エジプトを意識したデザインが印象的だ。では効果を見ていこう。このカードは通常召喚できない第1の棺の効果でのみ特殊召喚することができる。このカードが特殊召喚に成功した時、自分の墓地からレベル2以下のアンデッド族通常モンスターを4体まで特殊召喚することができる。なるほど、これは重症だな。まず第1の棺とは、相手エンドフェーズごとに新たな棺を場に出すことができる永続トラップカードで、第2、第3の棺が揃った時に全ての棺を墓地へ送り、スピリッツ・オブ・ファラオを手札デッキから特殊召喚する効果を持つ。つまりスピリッツ・オブ・ファラオを特殊召喚するためには、相手ターンに第1の棺を発動した後、そのターンのエンドフェーズに第2の棺を、さらに次の相手ターンのエンドフェーズに第3の棺を場に出すまで待たなければならない。加速する現代の遊戯王においては、これはあまりにも遅すぎると言える。第2第3の棺が素引きできていれば召喚も早まると思いきや、これらは第1の棺の効果でしか場に出せないという制約がきっちり書かれているため、必要ターン数を短縮することはできない仕様となっている。また第1の棺にはどれか1枚でもフィールドを離れると全ての棺が墓地へ送られてしまうと書かれているため、仮に相手ターンをしのいで第2の棺までたどり着いたとしても、サイクロンなどの除去カード1枚で全てが崩壊してしまう。これだけでもかなり重篤な症状と言えるが、これらの条件をなんとかクリアしてスピリッツ・オブ・ファラオの特殊召喚に成功したとしても、得られる効果は墓地のレベル2以下のアンデッド通常モンスターを4体まで蘇生するというものである。4体もモンスターを特殊召喚できるといえば聞こえはいいが、レベル2以下かつアンデッド族限定であるため、最も攻撃力が高いものでマーダーサーカスゾンビの1350、時点でファラオのしもべと王家の守護者の900と心もとなく、仮に相手の場がガラ空きで一切妨害をしてこなくても、こちらの総攻撃ではライフを削りきれない計算になってしまう。加えて墓地からの特殊召喚であるため、これらの通常モンスターを複数枚投入した上で、あらかじめ墓地へ送っておくという下準備も必要になる。むしろ召喚の遅さよりも、これらの通常モンスターの採用による手札事故の頻発の方が、このカードの最も重篤な点と言えるかもしれない。総じて、遅い、サイクロンで終わる、大量の通常モンスターが必要と、致命的な欠陥を抱えているスピリッツ・オブ・ファラオだが、まずは召喚のための第1の棺にアクセスできなければどうしようもないため、そちらの治療から考えていこう。まず紹介したい第1の特効薬がファラオニックアドベントだ。今年発売の V ジャンプ7月号の応募者全員サービスパックに収録されたカードで、自分フィールドのモンスター1体をリリースして特殊召喚でき、さらに自分フィールドの天使族、悪魔族、爬虫類族のモンスター1体をリリースすることで、デッキから永続トラップカードをサーチできる強力なモンスターだ。特殊召喚するためのリリースとサーチ効果のためのリリースを用意する必要があるが、これまでサーチが難しかった永続トラップカードにアクセスできるのが優秀で、第1の棺が必須であるスピリッツ・オブ・ファラオにとっても非常にありがたいカードだ。肝心のリリース要因の確保にはデクレアラー・ディバイナーを採用したい。このカードはリリースされた場合に後続の天使族モンスターをリクルートできるため、1枚でファラオニックアドベントの特殊召喚とサーチの両方のコストを担うことができる。加えて召喚時のデッキエクストラデッキから天使族モンスターを墓地へ送る効果も非常に使い勝手が良く、求心ヌトスを送れば相手のカードを破壊、アークデクレアラーを送れば儀式モンスターか儀式魔法をサーチと、デッキに応じて様々な使い方が可能で、第1の棺の使用上どうしても召喚に時間がかかってしまうため、このファラオニックアドベントのギミックを中心に同じく相性のいい永続トラップカード
大捕物、デモンズチェーン、サモンリミッターで相手の動きを止めつつ、スピリッツ・オブ・ファラオの大量蘇生から、なんとか相手のライフを削り切れるようにするという方針でデッキを組み立てていこう。特にサモンリミッターは足止め効果が高く、スピリッツ・オブ・ファラオの大量蘇生は同時に特殊召喚するため、特殊召喚の回数自体は2回で収まっている上に、相手ターンのエンドフェーズに行われるため、次のターンに展開できる余地も残すことができるため、恩恵が大きいカードと言える。次に課題となるのが、サイクロンやハーピーの羽根防起などのバック除去カードの対策であるが、こちらはトラップデッキに方針を絞ったことで、必然と採用すべき特効薬も見えてくる。それが、電信アポピスのカードだ。電信アポピスは、ファラオニックアドメントと同じ、応募者全員サービスで登場したカードで、高ステータスのトラップモンスターであるだけでなく、発動後特殊召喚した後に、自分の場の他の永続トラップカードの数まで、相手の場のカードの効果を無効にできる強力な効果を持つ。相手の除去カードの発動に遅延して、電信アポピスを発動すれば、そのカードの効果を無効にし、第一の棺やサモンリミッターなどの永続トラップを守ることができる。加えて、爬虫類族であるため、先ほど紹介したファラオニックアドベントのサーチ効果のリリースコストにすることもでき、開始のターンでさらなる妨害トラップを構えることが可能となる。ターン1制限もなく、場に永続トラップカードが多いほど進化を発揮するため、ぜひとも3積みしたいカードだ。最後に問題となるのが、大量蘇生を行うためには、あらかじめレベル2以下のアンデッド族通常モンスターを複数枚墓地へ送っておかなければならないという点だが、やはりその条件を満たすのであれば高等儀式術になるだろう。高等儀式術は、儀式モンスターを儀式召喚する際にレベルの合計がその儀式モンスターと同じになるようにデッキから通常モンスターを墓地へ送り素材にすることができる儀式魔法だ。問題はこの高等儀式術でどの儀式モンスターを出すかだが、そこで紹介したい特効薬が伝説の剣闘士カオスソルジャーだ。伝説の剣闘士カオスソルジャーは自分バトルフェーズに相手の一切の効果発動を封じる戦闘に特化した儀式モンスターで、通常モンスターを素材にして儀式召喚した場合は相手モンスターを戦闘破壊した時になんと相手の場のカードを全てデッキへ戻すという凄まじい効果を持つ。さらにそれだけにとどまらず、このカードは自分のドローフェーズに通常ドローをする代わりに儀式魔法をサーチする効果も持っているため、デクレアラーディバイナーを召喚した際にアークデクレアラーを墓地へ送ってこのカードをサーチしておけば、次のターン確実に高等儀式術をサーチすることができる。これらのカードを駆使して理想となる動きを整理しよう。まず1ターン目でデクレアラーディバイナーからファラオニックアドベントのコンボを使い、第一の棺をセットし、その過程で伝説の剣闘士カオスソルジャーをサーチしておく。相手ターンに第一の棺を発動し、他の永続トラップカードで相手の動きを止める。エンドフェーズに第二の棺が場に出る。そして次のターンに伝説の剣闘士カオスソルジャーの効果で高等儀式術をサーチし、デッキのマーダーサーカスゾンビやファラオのしもべを素材に儀式召喚。カオスソルジャーで相手の盤面を一掃し、次のターンをしのげばスピリッツ・オブ・ファラオが降臨し、墓地からの大量蘇生が可能となり、一気に攻勢に転じることができる。カオスソルジャーが場にいる場合は3体しか蘇生できないが、その場合は打点の高いマーダーサーカスゾンビを優先しよう。あとは火力面をいかに強化するかだが、スプライトガンマバーストはレベル、ランク、リンクが2のモンスターの火力を大幅に底上げできる速攻魔法カードで、ファラオで蘇生するモンスターの大部分が下級モンスターであるため、火力不足だったこのデッキに爆発力を与えてくれるカードだ。2体のマーダーサーカスゾンビを素材にギガンティックスプライトをエクシーズ召喚すれば、ガンマバーストをサーチできるスプライトジェットをデッキからリクルートできるため、素引きの必要がないのも使いやすい。これが決まれば、下級モンスターを並べるだけだった盤面が、圧倒的な火力を持つファラオ軍団へと進化し、一気に相手のライフを削り切ることができる。通常の横展開からでは5300打点のアクセスコードトーカーを出せるくらいだが、レベル2を大量展開できるスピリッツ・オブ・ファラオならではのコンボで、それをはるかに上回ることができるのだ。団結の力は装備モンスターの攻撃力守備力を自分の場のモンスターの数かける800ポイントアップさせる装備魔法で、必然的に盤面を埋め尽くすことになるスピリッツ・オブ・ファラオとは抜群の相性を誇る。この場合、アップするステータスは4000となり、スピリッツ・オブ・ファラオを、あのアクセスコードトーカーを上回る、超高火力のフィニッシャーとして活かすこともできるだろう。特殊召喚まで時間がかかり、サイクロン1枚で終わり、
通常モンスターの下準備が難しいと手の施しようがない症状を抱えていたスピリッツ・オブ・ファラオだが、ファラオニック・アドベントを取り入れたコンボによって初動を安定させ、トラップ型の長期戦デッキにすることでじっくりと召喚を狙うデッキへシフト。さらにトラップデッキの救世主ともいえる全身アポピスを取り入れることで弱点の一つであったバック除去カードにも対応できるようになった。さらに伝説の剣闘士カオスソルジャーの採用で墓地の通常モンスターの下準備と相手の盤面の一掃を両立し、より確実にスピリッツ・オブ・ファラオを着地させ大量蘇生を実現することが可能となった。そこにスプライトガンマバーストや団結の力が加われば相手のライフを確実に削り切る圧倒的な火力となるため、スピリッツ・オブ・ファラオの召喚がデュエルの決着を意味すると言っても過言ではない。まさしくゲームエンド級のフィニッシャーへと進化を遂げた。これも2体のファラオが手を取り合った結束の力と言える。最後にデッキを紹介しよう。ディナミス・バルキリアは天使族のレベル4通常モンスターで、マーダーサーカスゾンビが手札に複数来た場合に高等儀式術が使えなくなるという状況を防ぐために採用している。一応天使族であるためバーミリオン・デクレアラーやファラオニック・アドベントのコストにできる点も覚えておこう。ナンバーズ39希望王ビヨンド・ザ・ホープはエクシーズ召喚成功時に相手フィールドの全てのモンスターの攻撃力をゼロにすることができる。このデッキではスピリッツ・オブ・ファラオの他に効果を使い終わったデクレアラー・ディバイナーや電信アポピスなどレベル6モンスターが場に出ることも少なくないため採用しておきたい。ヴァンパイア・シェリダンは同じくランク6モンスターで使いやすい除去効果を持つだけでなく、大取り物で奪った相手モンスターを元々のレベルに関わらずエクシーズ素材にできるため非常に相性がいい。剣髄館カルダーンは召喚時に墓地から永続トラップをセットすることができ、万が一第1の棺が墓地へ行ってしまった場合のリカバリー手段として採用している。その他にも使い終わって墓地へ行った電信アポビスを再びセットするなど様々な活用ができる。天使族モンスターであるためファラオニックアドベントのサーチ効果のコストにもでき、墓地へ送られた場合に次のターン終了時まで永続トラップを破壊から守る効果も持つため、あらゆる方面でファラオの召喚をサポートしてくれる。クソカード診療所は常に患者を募集している。治療が必要なカードがあればコメントしてくれるとより多くの患者を救えるから助かるぞ。というわけで本日の診察は以上だ。世の中には治療を待ち望んでいるクソカードたちがたくさん存在している。1万種類を超えるカードの組み合わせとデュエリストのひらめきによって多くのカードを救うため、クソカード診療所は今日も患者に向き合い続けるのだ。